やい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 や今日ね、今自粛中なんですけど、まあ、人はパラパラ歩いてますよ、そらね、自粛中なんですけど、今日はちょっとね、コメントでもいただいたんですけど、どこにも寄らずにね、別に流してるだけやったら全然大丈夫じゃないですかというコメントが来て、あ、そりゃそうやなと思って、流してる分にはね、別に店さえ寄らなかったらいいんちゃうかなって僕も思って、ちょっとね、今日はね、どこも店寄らずにプラッと流そうかなと思って、で、人のいないとこ、なんかね、そういう自然の中ね、自然の中やったらほとんど見てないでしょ、人なんで、ちょっと行ってみようと思って。車多いんですけどね、多分ね、店に入ろうものでもね、ものでどういうことですね、入ろうと思ってもね、店も開いてない思いますわ今ね、この今のこのご時世すみません、緊急事態なんでね、店開いてないでしょ、これ入りたくてもね、営業してないと思いますわ。いやー、しかし久しぶりですよね。やっぱりいいね、まあまあ天気もええもんね今日。いやー、すっかりね、知らない間にこんなに暖かくなっちゃって、今日はちょっと、今日はっていうか、ほら、毎度のこと、結構山とかね、自然に走ってることの方が多いんでね、普通に普通の僕らのツーリングでも、店さえ寄らなかったら、全然ええんちゃうかな思って、まあまあまあ、みんなと集まることもね、ちょっと避けなあかんすよね、それはね。なので一人パトロール行きますよつめ思い出したかのような行きまするつめ、いやー、のどかやね。でもこんな車多いとは思わんかったな。ほんで元ブロガーのね、 YouTuber でひばりチョッパー君してはります、トミちゃんかなんか今言ってますけど、ひばりチョッパーくんのね、前回ぐらいのね、動画でね、思いやりのないなんかツーリングどうよみたいな自分のおじさんディスってるんですよね、めちゃおもろいんですよあれね、自分のおじさんをね、思いっきりディスってるんですよ一緒にツーリングしながら、もっとね、ディスってもらわないとねあれおもろいな思って、ほんでそのひまりチョッパー君自体はね、そんなキャラの子じゃないんですよ、めっちゃ真面目なね、いい青年って感じのキャラなんですけど、おじさんをディスるんですよね、めっちゃおもろいな思って、チョッパー君もっとガンガンおじさんディスりましょうあれおもろいで、ほんでね、次2回目に上げた動画、おじさんとのね、ハーレーでなんかツーニングしてる、なんか昔のやつもっぺん取り上げてあげてあるんですけど、もっとディスりましょうよあれ普通やわもっとね、一緒にね、ツーニング行ってね、バンバンディスってください。いやー面白いわ。いやー、でもちょっと雲があるね今日はね、そんな贅沢言うてられませんよこの場に呼んで、ちょっとパトロールをね。いやー、久しぶりの身の飛んでるやな、久しぶりに、わードゥイーッシュ到着、ワープ完了。いやー、ちょっと曇ってんな、やめてな、雨降るのだけはやめてね、それだけはやめてよ、今年は絶対俺はもうパーフェクトで行くからね、すり抜けで。
これバイク走ってはる人多いんちゃうかな。いやーこれ集団の中には俺は入らんぞ俺は入らんぞみんなどこ行くんやろ。まあまあまあ僕は店は入りませんからね。もう人の集まるようなとこは行きませんよ僕はね。それ避けていきますよ僕かって。そんなもん自分の身ぐらい自分で守りますって言うんですよ。いや晴れますよ今日はね。これ晴れますよ今日は何言い聞かしとんねん。いや晴れる晴れる今日はね。これちょっと今雲かかってますけど雨降りませんよ。雨マークなんか出てなかった。もう晴れマークになってましたよ今日は。張り切っていきますパトロールに。いやーめっちゃあったかなってきましたよね。ほんま本来ならこれめちゃめちゃツーリング日和なんでみんなうわーってこうねこの河原でも出てねなんか遊んでるわけですよ本当やったら多分。今頃 BBQ ですよすまん。いやでもそうや思いますよ。でもこれねやっぱりコロちゃんコロちゃん騒ぎで今みんなね家でおとなしくしてますけど、まあ、僕はちょっとねしびれ切らしたんじゃないですけどパトロールに今ちょっと出てますけどどうなってんのかなと思ってね。実際にちょっと、まあ、バイクで流すだけやったらええやろ思ってやってるんですけど出てるんですけどね。ええ天気やで。ええ天気っていうかもうむっちゃいい気候やで。ほんま今みんなでね走りたかったな。みんなで別に一人でもいいけどすめ今の時期とか限らずに、まあ、普段からそういうことはよくあることなんですけどセールスの電話よくかかってくるじゃないですか。なんか電気とかね今電気会社どこをお使いですかとかでなんかソフトバンクとかなんかねそういうのがよくなんか俺もそこまでちゃんと話聞かないんで何か知らないですけどなんせそういうセールスの電話があってしつこいんですよね。で僕ちょっと用意しながらその電話取ってねすいません株式会社なんやらと申しますけど電気料金の話でみたいななんか話しだすんですよ。ちょっとお時間いいですかみたいな感じで。いや今ちょっと忙しいんですけどね。いやちょっとお安くなる電気料金のお安くなる話なんですけどご迷惑でしょうかとか。いやいやちょっと今てか話せないんでと早起きのわけですやんか僕にしたらね。向こうはみたいな感じで、いやちょっと今忙しいんですけどね。ほら向こうなんかちょっと逆切れしだしてですよねみたいなですよねみたいな言い出して、いやいやいや何逆切れしてんのみたいな、なんだなんだ面白くなってきちゃってね。いやそれでまあまあ面白くなってきたのはいいですけど、まあまあ逆切れしたんで向こうが分かりましたみたいな感じで向こうバチン切ったんですけどね。そこまでさ向こうもやったら俺も次聞きたいな思って切らんといてって言おうかな思ってそっからどう盛り返すんかな思って気になってね逆にですよねですよねわかりましたみたいな感じで切ったんですよ。そっから繋げてほしかったな。ちょっと期待したんですけどねなんかねそういうセールスのねあるんですよね。おもろかったな。これ日が差したら暑いんちゃうかな逆に何の逆にやん。このね K の一個前に同じ色のねハーレーのウルトラみたいなのが走ってるんですよ。かっこいいな。
あーこっちね、俺はねあえて向こうから行きますな。同じ道通ると思うんですけど、結局はあんまりねつるんでると思われるのもね、このご時世あんまりねよろしくないと思うんでね、なるべく単独でねパトロールですね。ピリッとこう来るわけですよ。そしたらさっきのさっきのウルトラよりね、俺が先に出ちゃってほんで後ろついてくるんちゃうな。あれもせっかく俺ちょっと離れた方がいいかな思って離れたんですけどね。ほんでまたこのトラックえらいの女前に、ほんで俺またこのトラック離れよう思ってね、車間距離空けよう思って俺このトラックから距離を空ける。ほんだら後ろからさっきのウルトラがじいじい迫ってくる。ほんだら二人でつるんで遊んでるように見える。あかんがな。あかんやんそれ。俺の計算が。いやいや、ここでね向こうはね右折してくれたらいいわけですよ。あ、間に車が入った、よかった。あ、向こうもちょっと意識してんなそれね。荷台つるんでんのちょっとやらしいな思って。ほんでなんでこのトラックこんなもん嫌味のように遅いんですよね。いいんですよ別にゆっくり行ってもらったらいいんですよ別に。めっちゃ晴れてまだ残ってるこれ桜や。そんなもんか。別にね目的地なんてね作らなくてもこうやって景色のいいとこ流してるだけで十分楽しめると思いますよ。今の季節ほんでまたこの若葉がね山の青々としてさ気持ちいいんですよねこれ。まずねここはね僕が一人で来るポイントの一つなんですよ。ここはね、人がいないんですよね。人が来ないんですよ、ここは。穴場なんですよ。というよりか、この先にもう一個向こう行った方が、綺麗なええ場所あんねん。ここより。ここってあんまりね、綺麗じゃないでしょ。これで、あんまりね人もね来ても仕方ないわけですよ。でも癒されるでしょうよここに来たら。え、ちょっと水が濁ってるけど電いやちょっとここでね癒されてから行こうかななんてね考えてるわけですよ。もう人も誰もいてないんでねいいんじゃないでしょうかね。おっしゃ思いついた。今日は川巡りしようかな。川このいてない川をねちょっと探して川パトロールや知らんけど行こう。川パト行きます。
めちゃ暑いやん。やっぱりこれバイク乗ってたらねちょうどええんやけど、暑いね。ヤスさんのバイクがねもう納車されてるらしいんですよね。ほんでねちょっとお披露目をしたいなと思って、まあ、時期を見計らいながらねちょっとヤスさんのバイクも紹介しようと思って、何に乗り換えたかはまだ秘密なんですけどね、ヤスさん曰く。いや今度ねちょっと紹介したいなと思って、まあ、休みはまた安さんと会った時にひっそりと2人で、あんまりみんな誘ってね今やりにくいんでね、まあ、2人ぐらいやったらええかなと思って、ちょっと今度ね YouTube で安さんニューバイクを公開したいなと思って、いやー僕は写真とかね僕は見ましたよ、もうね、まあ、かっこいいですよ、なかなか。交互期待。次の川はどこ行こう。どっかあったかな。なんかあったな、その辺脇入ったところに。あそこも多分ね人はいないと思うんですよ、僕は多分。知らんけど。どこやったっけな、ここをちょっと左、これ違う、これやったっけな、ここ脇入ったとこなんかあったやったっけな、あったように思うね。引き返そう、ギリッと U ターンしますわ、今のすまへん。わー、この辺なんかめっちゃ雰囲気のある家やね、じゃあなんかかっこええよ。こっちね確かね入っていったとこなんかね川あったと思うんですよ、静かな、誰もってことはないけど人気の少ないねあったはずなんですよ。綺麗な川でしょ、突っ込んでください。あれ丸いね、ないしな、滑るんすよ、気をつけないと。良い子のみんな真似しないように。ほんで今俺乾かしながら思ってんの。言うとくけどそれ高齢にはなりませんよ。